学校法人送迎治員は、京都府京都市伏見区に本部を置く、学校法人である。学校法人送迎治員は、828年に、工房大主空会が平安京に創設したといわれる、送迎治員に、歴史的端緒を生み出すものとしているが、主芸七主員は、空会の死後、捨て、廃止された。現在の法人並びに、 その設置した学校の直接の起源は、新言州の僧であった、ウンテラ市が1881年に開いた、僧療育成機関の総校である。その後の編成の結果、戦前の段階で高等教育機関の京都専門学校と、中等教育機関の東自中学校の両学となった。1949年。 両校はそれぞれ私立学校法に基づく4年生大学の主院大学と当時高等学校となり、1951年に認可を得て設置者は学校法人新言衆京都学園となった。法人の設置主体中心は小義新言衆の14本山、清澄寺、仙入寺、善通寺、須磨寺及び随心院である。また、新義新言衆参派が、 教育振興に協力している。1985年に、落内高等学校付属中学校を設立した。1999年、七院大学のキャンパスを、当時境内から、伏見区向島に移転する。2009年7月、洛南高等学校、付属中学校の経営権を別に新設する、学校法人に移し、七院大学と経営を分離する方針を決定した。 2011年4月、洛南高等学校、付属中学校の経営は新設する学校法人新言集洛南学園に移され、同年11月1日、新言集京都学園は法人名を送迎主地位に改めた。さらに、経営支援本山として、石山寺、国分寺、七宝滝寺、新御寺、平間寺、前上寺、室生寺が加わった。 以下の学校はいずれも学校法人新聞集洛南学園に移管されている。ありがとうございます。